明治14年の政変。明治維新が始まり、10年余り、大久保も、西郷も、龍馬も将軍もいなくなってしまった。今、政府を担っているのが、大隈重信と伊藤博文。西南戦争を見た民衆は、もはや力では政府に太刀打ちできないと感じ、民衆の声を聞いて政治をしようと、各地で自由民権運動をします。そこで政府も民衆も、お互い勝手なことをしない法律を作るため、憲法と国会を作ろうと考えます。伊藤は国会を作るにあたり、日本国はもともと天皇のもと、政治を行ってきた。だから、天皇主権で行うべき。一方、大隈は、今一番強いイギリスの議会を参考すべし、国会を強くし、民衆の意見を取り上げる。天皇は参加するが統治せず。と真っ向から反対。そんなある日、大隈が密かに、一番位の高い左大臣の有栖川親王に自分の意見を直接言い、認めてもらおうとしたのです。これを知った伊藤は、烈火のごとく怒ります。さらに、ここで伊藤は、大隈を自由民権派と癒着してるのでは、と疑います。そして、大隈サイドで事件が起こります。開拓し、官有物払い下げ事件。国の北海道の所有物を関西貿易という会社に安く売った事件。なぜ、事件に、国のものは民衆の血税で作られているもの。それを安値で売るのは、けしからんと民権派が批判。しかも、大隈は知らん顔で、安値で売るのは、けしからんと言っている。前々から信用してない伊藤は、大隈に、見下り犯を突きつけました。大隈を失脚させ、開拓し、官有物払い下げを中止。そして、やっと国会開設の御事乗りを発表。1890年国会開設まで、こぎつけました。